困った性格です。あ、ごシンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時に心境は起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、エレメント分けですね。まずは火のグループ、情熱の星座、おひつじ座、獅子座、伊手座。はい、率高ですね、もう過去にとらわれないこと、不要な思いをね、まず捨ててしまいましょうって。でね、シャワーをガーッと浴びたりするのいいんですよって。来週の日曜日からね、いろいろ、ああこういうふうに思ったこと、あれが気になってることとかっていうのを一回思い出して、はい、決まりますみたいな感じになるみたいですね。はい、そして次は地のグループ、安定の星座、大牛座、乙女座、山羊座。はい、はい、この地のグループは、自分を見直す、つながっていることの大事さをもう一度見直してみる、できることできないこととか、自分の中のユニークさとかダイナミックさとか弱さとか、そういうところを見つめ直してみてください。はい、はい、そして風のグループ、安定、あ、じゃない、伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座、肉体とそのルーツ、自分のね、どんな風に、まだが両親だったりとか、自分のやってきたこととか、ご縁の深さ、ご縁の深い人というのは形を変えてでも長く続いていくので、そういうところをやっぱり見直してみてください。割と全体的にそうでしょ。うん、そうだ ね、 ね。で、次が水のグループね、感情の星座、蟹座、さそり座、魚座。で、この方々は自然の流れ、これもね、割と自然のなんだから四季折々みたいなこともそうだし、自分の今のタイミングの流れだとか、季節を楽しむような感じに今の自分の流れも感じ取ってください。全体的にそんな感じですよね。面白い。ね。さあ、シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。